経済学者の成田悠介さんが炎上しているそうですが、厚さんはどう思われますか？高齢者は集団自活しろ。あ、集団自決ね。でも昔からそういう意見じゃないですか、成田さんって。僕は初めて成田さんとお会いしたのは、日経テレ東大学という YouTube の、テレ東がやっている YouTube の番組でしたけど、その時にもまあここまで言葉はきつくなかったですけど、高齢者の方を、なんて言ったかな、軽蔑しますって言ってたのか。その若い人に対して、こう譲ることができない高齢者を、こう、軽蔑しますっていうような話をして、すごいと思ってましたけどね。老人の方々は怒るんでしょうね。自決しろなんて言われてるから。なんか、言葉としては強いんだろうけど、僕は成田さんが本質的なところをなんでこういう表現にしているのかっていうところまで考えると、あと、世の中への疑問の投げかけ方とかは、僕は好きですけどね。成田さんと何度かお仕事させていただいている中でも、僕もすごく勉強させてもらうことがあったので。でもこの言葉が強いとか強くないとかをいちいち自決しろってそんなに強い、まあ強いか。強いね。でも強いから広がってったってところはあるでしょうからね。国会議員でちょっと年齢が高い。まあ年齢が高いからダメだとも思わないですよ。その経験値とかさ。みんなはどうなんですか？周りにいないですか？いつまでもブンブン右肩じゃなくてもいいですけど、肩を回して、俺がこのプロジェクトの先頭立つわって言ってる人いないですか？どこからが老人かみたいなのもあるけどね。いるでしょう。言えないよね。だって権力持ってるもんね。俺は言うけど。だって何のしがらみもないから。そう、しがらみがあったら言えないのよ。で、しがらみがあることが俺悪いって言ってるんじゃなくて、言えないじゃないっていう。言えないってことを分かれよって思うんだよね。隠居してほしいのよ、ほんと。だから、僕よくね、例えるんですけど、まあ、この番組を、この配信を、老人の方がどのぐらいの割合で見てるのか分かんないですけど、後期高齢者の方で見てる人に、僕も言いたいんですけど、成田さんは集団で自決しろみたいなこと言ってますけど、僕は昔から、そのま、あなたは主役、ドラマで言うともう主役の座は無理です。だけど主役をやろうとしていますねと。めちゃめちゃいい、こう、助演女優というか、サブで光るみたいなところを担ってください。老人の方は、後期高齢者の方は。トヨタ、秋尾社長、あのタイミングでまだだって全然やれるよ。だけど、時代じゃないっていうか、やっぱ世界と戦っている企業だから、トヨタ秋尾さんは譲ったじゃないですか。トヨタ家じゃない人にね、しかも。だからすごいかっこいいと思った、あれ。あれが事業を継いでいくってことの中ですごい大切なことなんだと思うし、世界をリードする企業がやらなきゃいけないことなんだろうなと思って。あれは痺れましたね。引き際ですよね。引き際を知らない、それこそ侍魂とかなんかその精神論言う割には、引き際全然やらねえなっていう、じいちゃんばあちゃん多いよね。あんまりでもばあちゃんでは見なくないですか？居座ってるな、このばあちゃんっていうの。じいちゃんは居座るよね。あれね、やめても、特に他のコミュニティにいないから、その仕事でリスペクトされ続けるしかないんですよ。だってそれでずーっと生きてきてるから他のコミュニティ知らないし他のコミュニティでどうやって生きていけばいいかわかんないし他のコミュニティに移った瞬間まあペーペーになるわけですよ。今まで社長とか会長とかって言われてた人がそこから先退いちゃうともうただのジジイになるわけじゃないですか。それが許せないというかだから居続けるんだと思うんですよ。でも僕なんてそんな何か結果を残してきてる大社長とは違うけど、僕はコミュニティがたくさんあるので、田村淳の大人の小学校というオンラインサロン、ここに自分の居場所がある、ジュアル KB というバンドで居場所がある、田村家という家族で居場所がある、ロンドンブーツというところで居場所がある、事業をやってるところで居場所があるって、もう居場所がたくさんあるんですよ。で、それで言うともう、オンラインサロンなんて、オンラインサロンの中に、また、枝分かれして、いろんな趣味、思考を持った人が集まるコミュニティがたくさんあるので、それで言うと僕はいろんなコミュニティがあるので、全然不安じゃないというか、みんなで死ぬまで楽しめる状況を作ってるんですけど、自分で。でももう、その会社しかやってない人は、
怖いんだと思うよ。譲ってもいいんだけど、譲った後の自分の人生考えたら、おいおい、俺、明日からどこのコミュニティにも入れないし、今からじゃあ、将棋が好きだから将棋クラブみたいなの入っても、もうペーペーよ。社長会長って言われてたやつが、ペーペーになるよっていう、その、ペーペーに恐れをなしてるのが、その居座り続けるじいちゃんたち。しがみついてるじいちゃんたちの、本当の理由なんじゃないかなと思うんですね。お金もあるし、言ったら権力も持ったわけじゃない。影響力も持ったわけじゃない。そうそう、ペーペー恐怖症。だから俺みたいにもう、いつもペーペーですって言ってると楽なのよ。だみんなもペーペーって言ってった方がいいですよ。あんななんか会長職とか、なんとかっていうなんか、よくわからない役割を与えられて、とりあえず、会社の置物として置かれている人で、早く死んでくれないかなって願われるような存在になっちゃダメだと思うんですよ。それよりかは、ちょっと距離を取って会社から離れる。で、今まで通りのその社長とか会長とか言われない。だけど、本当に慕われている社長であれば、会社の人が困っている時に話聞きに行くから、アドバイスをいただきたくて、本日、お宅にお邪魔してしまいましたみたいなね。老兵はただ立ち去るのみ。その言葉を成田さんはあの手厳しい形で言ったんだと思います。僕もそのように思いますし。チャンネル登録よろしくお願いします。